皆さんこんにちは、ね、今日はねちょっと45号線からちょっと外れまして4号線です今ここはですね中尊寺ですね。本当であればね一ノ関でマック食べてそんなんよっていうあれだったんだけどね、なんかよくわかんないけど中尊寺来ちゃった、中尊寺に来てしまうというだってこういう時しかさ、観光できねえじゃん。ね。今じゃなかったよね。岩手の人です。一回行きたことあるんだけど。すみません、僕ないです。僕初めてでございます。はい、というわけでですね、ここから先は、後撮りのアフレコで、喋っていきます。ここはですね、中尊寺の参道の入り口ですね。本堂まで 560m、 金色堂まで 800m ということで、まあ、距離としてはねそんなに長くないように感じるんですけども、実際登ったところ坂がきつくてですね、もう最初の段階でもう私も相方もハーハーゼーゼー言っておりました。本当にきつかったです、この山道はですね。でこれ前を歩いてるカップルがですね、もう颯爽と私たちを追い抜いていったと。で私たちの靴はですね、こう履き物がこれ山道歩くにはふさわしくないスリッパというね、まあ突然ねじゃあマック食いさ行くか、混んでる、じゃあ待っとくか、じゃあその間中尊寺行くかっていう流れだったのでね、致し方ないことなんですけども、ここはですねしばらく登ってもう少しでこうまあお寺の門がある門みたいなところがあるところですね、結構登ってきましたねここまでもね。まあなんかこう昔ながらのこの雰囲気っていうのをこう味わいながら登ろうかなとは思ったんですけども、もう坂がきつくてそれどころではなかったと。で途中にですねこういう風にここですね弁慶堂というのがありまして、まあ中尊寺といえば、まあ、源義経といえば武蔵坊弁慶ということで、この弁慶が祀られてると思うんですけども、まあそういうところを見つけましてですね、こうやって早々と、主は行くわけでございます。何か言ってますけどもね、これ姿見せるんだからっていうふうに多分言ったと思うんですけども、楽天の帽子をかぶってピンクのシャツを着ている、で下は作業ズボンという、そしてサンダルという、もうなんとも場違いな格好で弁慶堂の方に入っていきました。いろいろねお参りをしようかと思って、行ったんですけども、どうもやっぱりこうねこういう風に見るとやはり浮いた格好というか、どう見ても作業員でしょっていう感じですね。ここでちょっとお守りを見るわけでございます。でカメラはですね、その間に本堂、まあ弁慶堂のお堂を映しているわけでございますけども、何かこう感じるものありますかね。もう中にはこういろいろと祀られているんですけども、よく見るとね土足厳禁というのがあって、中をこう上に上がって見ることができました。でここでですね商売繁盛のお祈りをいたしまして、で本堂の方に向かおうというところで、お守り売ってる売店を見るとですね、家紋というのが売ってありました。まあ、うちの家紋はどれなんだろうと探していても、まあよくわからないので、まあただ見て終わるという感じでしたけども、まあなかなかいっぱい家紋があるんですね。さあここから見る、まあ、景色は素晴らしいものがありましたね。まあ主のアップも映ってましたけども、結構ね下には東北本線と国道4号線が走っておりまして、すごく田んぼとね山というこの風景がものすごくこう素晴らしい景色を見ることができました。で、ここでですねカメラ、持ち替えるわけですけども、ここでですね相方がちょっと電話が入ったということで、カメラ私にチェンジいたしまして、でここで現在地ここだよっていうふうに観光地図を、見ましたね。で、これ再び本堂に向かって歩いているところでございます。やはりこうなんかこう道を歩いてるとやっぱりこう歴史というものを感じますね。こういうふうにこういろんなお堂がこう中尊寺の本堂の周りにあるわけでございます。でカメラはですねやっぱりこう観光客が多くてちょっと顔映せないので、下向きになってますけども、ここはですねなんか茶屋みたいなところでしたね。
ちょっと降りて食べようかなとも思ったんですけども、もうそんなこと考える頭ありませんでした。もう早く本堂に行って、金色堂に行って、もう早く帰ろうと、早くマックを食べようというので、我々はもうそれで頭がいっぱいでした。で、まあこうやってまあ本堂に向かって歩いていくわけでございますけども、まあちょっとねカメラは下向きなんでわからないんですけども、ようやくね本堂の入り口の方が見えてまいりました。で売店もありまして、で観音堂というのも近くにはありました。はい、ね、でこう再びこう歩いていくと、いよいよですかね、こう本堂の方に突入という形になるんですけども、本堂の前にも階段があったんだよな、これな、確かなで人もすごく多くてですね、で中行くともう人がごった返してて、もとてもじゃないけど中に行こうというところまでは行きませんでした。はい、でここに中尊寺という看板がありました。あ、これが中尊寺なんだなと、まあ、岩手出身のね私で、まあ、結構中尊寺ってこう身近なものっていう気持ちはあったんですけども、ここまで近づくっていうことは今までなかったのでね、今まで中尊寺の入り口の4号線のところをこう通って、なんだ渋滞が多いな、なんだよここ車動かねえじゃんって思いながらね通り過ぎてた、そんな場所でございましたけども、ついに、33歳にして初めて中尊寺に行くことができました。で本堂を出ましてですね、ちょっとした下り道を下がっていくと、そこには金色堂があるということで、さらにそこを目指して歩いていくわけでございます。本当にですね、暑くてですね、中尊寺金色堂の中もね、撮ろうかという話はしてたんですけども、中撮影禁止ということで、残念ながら中に入ることはできなかったんですけども、まあ、入場料という関係もありましてね、この後2人で、まあ、アイスを食べながら、まあ、外から見たということなんですけども、これはまた次回、次の動画の時に、ゆっくりと紹介していきたいなと思います。で、それでは後編に続きます。ご視聴ありがとうございました。